みんなのことが気になるな。うん、後でビデオ通話しよう。以上が私とミステルが固有世界を離れた後に経験したことです。まさかそんな形で聖魂計画の影響が残されてるとは思いませんでした。うん、聖魂計画のせいで世界の泡に異種聖魂が出現したんですね。ノートに書いてちゃんと整理する必要があります。でも聖魂計画の後始末をするためにあなたたちは頑張っていたんですね。ちょっと突然黙り込んでどうしたの？それに何か重要な部分を話していないような気がするわ。そうですね、厳密に言えば私の話は旅の全てをカバーしていません。ですがミステルが恋に隠している部分以外に話せることは全てお伝えしています。責任を全部あのシャニ宛てに押し付けるなんてあなたの評価を下げるだけよ。キラ先輩はまだ何か隠していることがあるって言いたいんですか？もちろんよ。いろいろ話してくれたけど一番重要なことは一言で片付けたわよね。不意打ちで私を漁師の海に放り込んだことについてはきちんと謝らないの？え？それはキラ先輩が賢者の紳士を傷つけたからだと思ってました。あなたたちのせいで私は外で何週間もさまよった。いくら私が経験豊富な漂流者でも外力によって強制排除されてたのよ。ここに戻るためにかなりの労力を消費したんだから。しかもやっと戻ってこられたと思ったら今度は外の仕落ちに閉じ込められて、そのせいで火も自分で起こすしかなかったのよ。私は塩系アイドルなんかじゃないのに。偶然ゼーレたちに出会わなかったらそのまま塩漬けになるところだったわ。スーサナ、笑わないで。ごめんなさいキラ先輩。とにかくどう考えてもすごく苦労したのは私なのに、なんであなたはついでみたいに話すわけ？両親が痛まないの？それはあくまでミステルの個人的な行動ですから、事実私と直接的な関係はありません。私に謝ってほしいとしても私にできることはまず彼女に代わって友好的な態度を示したり、次に彼女が現れた時にあなたに知らせたりするくらいでしょう。ふん、それであなたたちは認めたってことでいいのかしら？私は突然現れた裂け目みたいなものに放り込まれたけど、それはあの女の仕業なのね。はい、あれは確かにミステルの能力です。裂け目、漁師の海、そして固有世界に現れたイデアの種。どうしたのゼーレ、何か思い出したの？イデアの種って何？私たちがこの世界の泡に来る前に遭遇したイデアの種はあのミステルだけが操れる怪物なんです。ですからキラ先輩の話の中に出てきた人を漁師の海に放り込む裂け目の能力のせいで私たちは今ここにいるんだと思います。え、本当に？
一体どういうこと？とぼけてるのでしょうか？それとも本当にまぐれで言い当てているのでしょうか？どちらにせよ、先ほど私は警戒を緩めてしまいました。それは事実です。仕方ありません。ミステルは不満に思うかもしれませんが、これは話せない事項ではないと判断しました。彼女に代わって認めましょう。固有世界の外からあなたたちのことを観測して、一歩ずつこの世界の泡まで誘導したのは彼女です。ということは、超空誌で何度も見たあの裂け目はやっぱり彼女の能力によるものなんですか？あれは夢入りの手段の一つです。ですが、全ての裂け目があなたたちを連れ去ろうとしていたわけではありません。安定した通路を開くためには何度も試す必要があります。ということは、最終的に安定した通路って？はい、ハイヘビがあなたたちを連れて行こうとしたところです。彼はあの能力の存在を察知した上で、それを利用しあなたたちの追跡を振り切るつもりだったのでしょう。しかし実際はミステルが彼を利用してあなたたちを罠にはめたのです。彼を利用し終わってからあなたたちは彼を？その件については私も知りません。具体的な過程についてはミステルに質問するといいでしょう。ゼーレ、彼女は正面から答えてくれるわけじゃないわ。説明できないことは全部あのミステルに押し付けるだけよ。はい、ですが少なくとも今は私たちを騙していないはずです。私たちをこの世界の泡に引き込んだのがミステルだとしたら、彼女を連れ去ったのもミステルなんですか？はっきりとは説明できませんが、あなたの認識を少し正すことならできます。今回ミステルは彼女を連れ去ってはいません。正確に言えば前回もしていません。ただ2回ともあなたたちは特殊な空間にいましたよね。そして今回はそのせいで外部の規則とそういった世界の泡の特殊な構造の影響を受け、彼女はあなたから一時的に離れてしまったのです。そしてその2回目の時に自ら彼女に接触しに行ったのもミステルではありません。ということは、他に彼女に会いに行った人がいるんですか？わかりました。高等の賢者なんですね。もう一人のゼーレさんは高等の賢者に連れ去られたんですか？ウサギとプロメテウスさんは今高等の賢者のために働いてる。だからその人が黒幕って考えた方が合理的だと思う。それにプロメテウスさん、もし私が信じてるように今のあなたが一度も嘘をついていないのなら、今のあなたの沈黙はつまりそれを認めるってことですよね？私は何も言っていません。でも彼女の話から察する限りでは、少なくとももう一人のゼーレさんは無事ってことですよね？高等の賢者を見つければもう一人のゼーレさんも見つけられます。ありがとうございます、プロメテウスさん。ちょっとスーサナ、素直に受け入れないで。結局のところもう一人のゼーレの居場所をまだ教えてもらえていないじゃない。セントソルトスノーはこんなにも大きいんだから、部屋を一つずつ探していたら膨大な時間がかかるでしょ。いくらビタが案内してくれると言っても。僕に何か用かい、キラ？あら、ビタ、いつの間に戻ってたの？みんなの話がまだまだ続きそうだったから戻ってきて輪に加わろうとしただけだよ。君たちの話を聞く限り
これから僕のガイドを頼りにして誰かに会いに行くのかい？いいえ、まだその段階ではありません。今は高等の賢者が私たちの仲間をどこへ連れて行ったのかを議論しているところでした。どこへって？選択肢は一つしかないじゃないか。え？前にも教えたはずだよね、賢者は高等から離れられないって。これまでは自ら出てきて住民同士の争いに対処してたけど、今はもうプロメテウスが代行している。だから今の賢者は一秒たりとも高等から離れたりしないはずだよ。そうなんですか、プロメテウスさん。ええ、少なくともここ数週間は高等以外の場所で彼女を見かけたことはありません。なら、もう一人のゼーレさんはあの塔の中にいるんですか？ゼーレ、そうだよね、彼女はここにいない。塔の中にゼーレはいない。でも彼女は高等の賢者と接触したことがある。高等の賢者が行ったことのある場所、そしてあの塔の中じゃない場所。あれ、もしかして。プロメテウスさん。はい、何か質問でも？さっき質問に答えた時こう言ってましたよね。そういった世界の泡の特殊な構造の影響を受けて彼女は私から一時的に離れてしまったって。でも月にいた時の私たちは世界の泡によって引き裂かれたわけじゃない。それはあなたも知っていますよね。だからあなたがあえてそんな言い方をしてたってことは、私たちが今いる場所ってもしかして一つの世界の泡じゃないんですか？理論上は可能だけど、もし本当にもう一つの異なる世界があってここと重なってるなら住民たちが気づくんじゃないかしら。あ、はい、多分そうだと思います。死後の世界ですよね。あれはただの伝説じゃなくて本当に存在しているんです。賢者は高等から離れられない。でも彼女にはもう一つの能力があります。それは生と死の世界を行き来する能力です。だから彼女の活動範囲は高等の内部だけじゃなくて死後の世界の全ても含まれているんじゃないでしょうか。つまり彼女とゼーレはいわゆる死後の世界であった。そうですよね。はあ、それ以上のことは私の口から言うべきではありません。そこまで思いついたのでしたら直接高等の賢者に会って話してみた方がいいと思います。え、本当に賢者様が僕たちに会ってくれるのかい？人を連れてくるなとは言われていませんから、今すぐあなたたちを彼女に紹介することは可能です。それに私は早く広場に戻って仕事をしたいと思っています。確かに直接高等の賢者と交流できるならもう一人のゼーレさんが死後の世界にいるのかどうかを確認できますもんね。どうかしました？ゼーレさん、何か問題でも？今は言っちゃダメよ。え、どうしてですか？完全にそいつのことを信頼することはできないわ。すでに私たちを一度騙しているから、また仕掛けてくる可能性もあるでしょ。あれはミステルの個人的な行動です。でも聞く限りあなたと彼女は一心同体みたいなものよね。今回だって私たちを塔の中に連れ込むようミステルがあなたに指示したのかもしれないでしょ。
その上、また変な言いがかりで私たちのことを利用しようとするかもしれないわよね。あなたは何か疑問がありますか？住民コード00457。そうだね。口頭の中で賢者様がよそ者と会うだなんて聞いたことがないのに、どうして今回は許可してくれるんだい？まだ彼女にはそのことを知らせていません。でも断ってくるとも思いません。口頭の賢者はあなたたちに興味を抱いていると聞いていますから。ゼーレ、どう思う？結局のところはあなた次第よ。私はプロメテウスさんに悪意はないと思います。でも私もむやみに口頭に入るつもりはありません。人類の矛盾した言動にはもう慣れました。ですがその理由を教えてください。ごめんなさい。あなたは好意で私たちを誘ってくれたんですよね。それは疑っていないんです。でもみんなの言う通りに、あなたの考えはミステルの考えではありませんし、もちろん口頭の賢者の考えでもありません。私はただ一刻も早くゼーレを見つけたいだけなんです。キラ先輩のように漁師の海に放り込まれて数週間も帰ってこられないってリスクがある以上、口頭に入るわけにはいかないんです。それでは私たちはどう保証すれば満足してもらえるのですか？賢者は確かに口頭からは離れられません。特に今の時期はこういった公の場で具体的な理由は話せませんが、私は本当に彼女に会ってみることをお勧めします。その言葉に説得力があるとでも思ってるのかしら？なるほど。これがいわゆる縁がなかったということなのでしょう。わかりました。ゼーレ、気をつけて。これはセントソルトスノーの管理に使われている。ピーター、私の後ろに隠れて。ゼーレ、スーサナ、戦闘準備よ。やめ、せいや、さっきまで影も形もなかったのに、この気候たちはどこから湧いてきたんですか？口頭しかないわ。最初から口頭の中で待ち伏せしてたのよ。やっぱり最初から罠にはめるために口頭の中に誘い込もうとしていたのね。でもプロメテウスさん、彼女も。ごめん。数が多くなくて助かりました。こんなガラクタなんて十数年前から見慣れてるわ。本当に少しも学ばないのね。え、十数年前？そうでした。雪狼招待自体が十数年前のチームですもんね。キラ先輩、前から聞きたかったんですけど、ジークフリートさんと。それであの機械頭はどこに行ったの？戦闘が始まった時にいなくなったみたいだよ。多分塔の中に引っ込んだんじゃないかな。でもどうして私たちを攻撃してきたんでしょう？ふん、一度目があれば二度目もある。私に言わせればこれが彼女たちの常套手段なのよ。でも直前まで私たちは普通に話し合っていましたよね。プロメテウスさんは効率をすごく重んじていそうですし、戦闘が得意ってわけでもないみたいでした。それにさっきは彼女もすごく驚いてたようです。私たちを騙せなくなったからやむを得ず戦うことにしたんじゃない？もしくは彼女の背後に隠れたどこぞの女が人に噛みつきたいのに合図をもらえず痺れを切らしたのかもしれないわ。ふん、いつかあいつが姿を現したらこれまでのことを清算しなくちゃね。あの、みんな話の腰を折ってごめんね。さっきの騒動のせいで
町中の住民たちが徐々に集まってきてるみたいだよ。君たちはよそ者という立場だ。早くこの場を離れた方が余計な誤解を生まずに済むんじゃないかな。それもそうね。場所を変えて次にどうするかを相談しましょう。ちょっと、なんでずっと私の顔を睨んでるの？顔に文字なんか書いてないよ。そうね、文字どころか存在自体が消え去りそうだけど。へえ、ボコボコにされたいみたいだね。どうしたの？何か言ったら？発言には責任を持つべきでしょ？ボコられる時は直立不動にならなきゃ。逃げようとするんじゃない。止まりなさい。やめた方がいいわよ。今の私たちじゃ拳を振ったところで風と違いはなさそうだもの。無駄な争いに力を使うより早く月の光を浴びに行きましょう。あなたの方が先に言いがかりを。ん？月の光を浴びるって、まさかあの亡霊たちの話を信じてるの？月の光で形を保つ必要があるのは死んだ人だけでしょ？月の光を浴びに行くってことは、つまり自分がすでに死んでいるって認めることになるんだよ。じゃなきゃどうするの？他に今の状況を説明する方法があるっていうの？このまま透明になっていったら、あと少しで私たちは消えてしまうわ。私はそんなの嫌よ。あなたが自分のことを十分強くて五行に属してないって思ってるなら、そのまま待ってなさい。結局、業に行っては業に従えよ。それって、そんなに受け入れがたいことかしら。この意識の律者が、本当に亡霊化みたいな小賢しい手品にビビるとでも思ってる？まあいいわ。私は先に行くから、どうぞごゆっくり。そのまま意識流を貫いてなさい。行くなら早く行って。さようなら。あなた様は確か四季の律者様の付き人ですね。は？もう一度その呼び方で呼んでみなさい。来世は人間じゃないものにしてあげるわよ。ふっ、申し訳ありません。ではどうお呼びしましょうか。そうね、私たちはただの旅人よ。私のことはゼーレと呼んでちょうだい。そしてあいつのことはシキちゃんとでも呼んで。シキちゃんですか。落差が激しいですね。え？ごめんなさい、覚えました、ゼーレ様。もういいわ、無駄話をしに来たわけじゃないから。教えて、ここら辺に月の岩はあるかしら？そんなのお安い御用ですよ。場所をご案内しますね。確かにここには岩がたくさんあるわね。月の岩、前回触れた時は違うものを感じたけど。まあいいわ、最初から錯覚だったのかもしれないし。いいえ、今はそれを考えるべきじゃない。それに今は幸いにも体の状態が安定してきたみたいだし、今のうちに月の岩をもっと集めておきましょう。
これで十分よね。やっぱりもっと集めた方がいいかしら。本当に誰かが消え去ったら私のせいにされてしまうもの。本当に聞いたわね。どういう原理なのかはさっぱりわからないけど、あいつは今どうなってるのかしら。見に行ってみましょう。あら、これはこれは、四季の律者様。平気なの？あなたの足はもう完全に見えなくなってしまってるけど。チッ、皮肉は大概にして。すでに近くの意識は全部感じ取ってる。私たちをこんな姿に変えた奴が現れたらすぐさまボコボコにしてやるんだから。それってウサギのこと？確かにあいつならやりそうね。それで見つけることはできたのかしら。そこまで聞いてどうするの。もし彼女を見つけてたらあなたの分を忘れるわけないでしょ。はいはい、もう聞かないでおくわね。ちょっと、あなた発狂でもしたの？痛いじゃない。ずっとここでそうしてなさい。もしかしたら自分を変電設備か発電機にでも変えられるかもしれないわね。私はあなたに構ってなんかいられないの。先にこの世界の真相を調べに行くわね。これはこれはゼーレじゃない。その様子だと驚いてるみたいだね。私には私なりの方法があるって言ったでしょ。ほら、この通り復活したよ。息絶え絶えで死にそうな時の方がよっぽど可愛らしかったわね。はあ、誰が死にそうだって。まあいいや、今は機嫌がいいからあなたとは争うつもりなんてないよ。その様子だとあなたも回復したみたいだね。月の光を浴びたから。そうよ、律者みたいに幸運ってわけじゃないし、問題に遭遇したら自分で何とかしないといけないの。そう言わずに。無駄足じゃなかったでしょ。あんな量の月の岩を抱えてきたんだ。あなたの顔色もすごく良くなってるよ。待って、あなたは意識の律者よね。つまり最初から私が面倒を見てあげると知ってて、その上自分は月の光を浴びに行くのが気まずいからふんぞり返ってたってわけ？そんなのデタラメだよ。いい？私はふんぞり返ってたわけじゃない。あの岩がなくても自分でなんとかできるんだ。あら、そう。あなたってばもう子供じゃないんだから拗ねないでよ。先に言っとくけど、あなたが怖いってわけじゃないからね。でも今回は私が悪かったから譲ってあげる。あなたの助けがなくても私は平気だったけど、一応人の恩を受けたからにはね。さっきはありがとう、ゼーレ。これでいいでしょ。だからもうそんなに拗ねないで。さっきの意識を感じ取ってたって話は本当だよ。しかもかなりの収穫があったんだ。だから作業分担だと思えばいい。あなたは手を動かす、私は頭を動かす。
こんなチャンス他の人にはめったに回ってこないんだからね。もう死んでるのにまだリッチャの剣能が使えるってところが一番おかしいわよ。本当に知識が乏しいんだね。まさか神の鍵も知らな…って、ちょっとちょっと、誰が死んだ律者だって？月の光を浴びて元に戻ったっていうだけで、まさか本当に自分が死んだとでも思ってるの？何？私たちがまだ死んでないって証拠でもあるのかしら？もちろんだよ、よく聞きなさい。さっきまでここ一帯にある全ての意識を分析してたんだ。確実に言えることは、独立していて形を成している意識は私とあなたの二人だけ。ウサギとその従者はいなかった。分かりきってることでしょ。もう一度言う必要なんてないんじゃない？ちっ、おかしいと思わないの？この近くには私たち二人以外にもたくさんの亡霊がいるじゃない。つまりあの亡霊たちは完全ではないってこと？まだ結論を急がないで。あの亡霊たちがどういう存在なのかは私にもわからない。私たちと会話できるし、おのおのの記憶もある。だけど意識の構造はとても混沌としているんだ。彼らに幻覚を見せることはできるけど、今この瞬間の心の動きは読めなくて雑音しか聞こえないの。もしかしたら彼らには独立した意識がないのかもしれない。ならどうして私たちと会話できるのかしら？そんなの知らない。本当の体が存在してて、今の姿はあくまでその投影ってだけかもしれないし、この死後の世界自体の規則が彼らを束縛した結果、独立した個体じゃなくなっているという可能性もある。確実に言えることは一つだけだよ。彼らの構造は私たちとは違ってる。その証拠に私はあなたの考えを読むことができるんだ。もう一度試してみる？本当にもう一度やり合った方がいいかもしれないわね。もしかしたら私たちはすごく気が合うのかもしれないよ。どう？今のうちに友達にならない？ほら、今あなたはゼーレと別行動をしているし、僕年人もいない。喧嘩をしたいと思ったらいつでもできるんだよ。素晴らしい機会だと思わない？とにかく絶対に私たちはまだ生きてる。ただ知らない世界に放り込まれただけだよ。どう転んでも私は律者だ。私がもし訳も分からず死んだとしたら、きっと天地を揺るがす大事件が起きたに違いない。そんなことが起こったら地球上に生き残ってる人なんていないと思うよ。多分僕年人でさえ。ちっ、そんなことがありえるとでも？私には想像できないね。今もきっと彼女は復帰の書と一緒にどこかで悠然とお茶でも飲んでるはずだ。ほっとしたみたいね。悠然としてるのはあなたの方だと思うわよ。ちょっと心の声がはっきりと聞こえたんだけど。とにかく私たちは復活したわけだし、あとはどうにかして帰るだけでしょ。だとしても帰る方法はあるの？問題を解決したいなら原因を探すに限る。まずはウサギを見つけてボコボコにしなきゃ。本当の黒幕がいたとしても支援をついでに晴らしただけって思えばいいし。その意見には賛成するわ。あいつを見つけたら本当の死後の世界を存分に満喫してもらいましょう。ただ今の私たちにはあいつを探す手段なんてないわよね。もし私があいつならそのまま漁師の海へと逃げ込んで高みの見物をすると思うわ。確かに私がいるから長居する度胸もないだろうし。ということはむしろあのゼーレを探しに行った方がいいのかもしれない。彼女はあなたと一緒に来たと言ってたよね。もしここにいないのなら、この世界の泡の構造には何かしらの仕掛けがあるはずだ。そうね。あなたの能力は役に立たないし、直接あの亡霊たちに話を聞きに行く必要があるわね。行きましょう。彼らが集まる場所に行けばこの世界の構造を聞き出せるかもしれないわ。
そんなことを聞こうとするなんて、なんだか頼りがいがないね。だとしても解決策の一つではあるでしょ。それとも自分で聞いてきてくれるのかしら。チッ、指図しないでよ。行きましょう。ああ、ゼーレさんに、シキちゃんも戻ってきたのか。ええ。ねえ、一つ聞きたいんだけど、最近私たちと似てる人を見かけたりしなかった？すまないが、力になれそうにないの。わしは見かけておらん。じゃが問題ない、わしと共に祈れば、きっと賢者様がその願いを叶えてくれる。その話はもういいよ。私たちはここの住人じゃないし、その賢者様とやらが本当に手伝ってくれると思う？でたらめを言うもんじゃない。賢者様は信者には公平に接してくださる。それに二人はわしらに協力してくれたじゃろ。協力？二人は凶暴化したサエを倒した上に、わしらのようないつ消えてもおかしくはない亡霊に願いが成就した幻覚を見せてくれた。わしにとってそれが現実ではなかったとしても貴重な光景じゃった。ああ、あなたは孫娘に会いたがってた人か。記憶すら曖昧になってるのに、生きてる人間よりもずっと強い願いを抱いているのね。もちろんじゃ。ここ数年の間、わしが故郷を思わなかった日はないぞ。あの野原の小道、庭一面にあった細かい結晶、わしは心から祈った。現世に戻って、家出した娘に謝り、余生を使ってわしが犯した罪を償いたいと。え？当時わしの娘はある若者に恋をしていた。わしは頑固な父親によくある行動をとり、連絡を絶つよう娘に要求した。さらには彼らが会う約束をした日に、わしは広場に行って、この手で二人を離れ離れにしたんじゃ。記憶が曖昧で、一体何をしたかは覚えておらんが、きっとひどいことをしたはずじゃ。そのせいで娘と和解する機会を失った上に、数年後身ごもったあの子は家出をしてしまい。ああ賢者様、どうかこの祈りを聞き、わしに導きと祝福を与えてください。ちょっと、これ以上話をさせたらキリがない。あなただってこういうヒルドラみたいな話に興味はないでしょ。こいつの信仰心はあまりにも強すぎる。相手を変えて情報を聞き出そう。もしもし、こんにちは、聞こえてる？聞こえてるんでしょ。さっきのやつはあんなに情熱的だったのに、こいつは冷たいんだね。はあ、ごめんなさい、居眠りしてて。あなたのことは知ってるわ。あなたはシキちゃん、そうよね。あの怪物たちはあなたたちが片付けたんでしょ。本当にありがとう。さっきから言いたかったんだけど、これって一体チップだとでも思っておきなさい。人に借りを作ったままでいるのは嫌なんでしょ。でも二人がこの世界の住人じゃなくてよかったわ。祈りの時間に居眠りしてたことがバレたら、きっとまた怒られちゃう。誤解しないで。もちろん私も賢者様のことや死後の世界の法則を信じてる。ただ私のようなぐうたらな人は、早く転生できるよう真面目に祈るより、今のうちにちゃんと寝て楽な日々を満喫した方がいいと思うの。こういう人はどの世界にもいるのね。
それも一つの生き方でしょ。だからあいつらと距離を取ってたの？協調性がないとか？そういうわけじゃないんだけど、あっちには生前の知り合いがいるから会うと気まずいのよ。彼は友人の恋人なんだけど、二人は家族に祝福されなかったの。よくある話でしょ。あの日友人に会いたいって彼が私に伝言を頼んできたの。具体的な場所は、記憶が少し曖昧ね。とにかく結果はあまり良くなくて、友人の父親によって二人は離れ離れになってしまったの。そんなことがあったから死後の世界で彼に会いたくないのよ。よくわからないんだけど、最後の話はこのエピソードと何の関係があるの？その二人のことは別にあなたのせいじゃないでしょ？それはそうだけど、よく考えてみて。私が関わったことはいつもうまくいかないの。それって私の運が悪いってことでしょ？あまり賢者様に祈ってこなかったせいかもしれないわね。はあ、みんなとは距離を取らないと。一人で月の光を浴びるのも悪くないでしょ。月の光を浴びるたびに生きてた頃に戻ったような気がするの。あの時の景色はすごく良かったわ。一面が真っ白で、何だったかしら。はあ、とにかく正気がどこにもない今とは全然違うの。もういいわ。あなたの生き方はよく分かったから。つまり十数時間も眠ってたあなたは知らない人を見かけてないのよね。うん、何かあったの？時間の無駄だったわ。信仰心がなさすぎるのもいいことじゃないみたいね。ああ、ゼーレさんにシキちゃんか。はいはい、シキちゃんだよ。あなたまさかメガホンでも持って亡霊たちに宣伝したわけ？そんな暇はないわ。情報が伝わるのが早いだけでしょ。それでお兄さん、お兄さん、間違いがなければあなたがあの二人の話に出てきたトーニー、つまり主人公なのよね。話、主人公？何を言ってるのかよくわからないな。俺はただ元の世界に転生したいだけだよ。もう何年も経ってるのにまだ彼女に会えてないってことは、つまり彼女はまだ生きてるんだよな。今転生したら彼女に会うチャンスがある。でももし俺が転生した後に彼女がここに来たら、またすれ違うことになるんじゃ。いやいや、やっぱり転生はもう少し後に。どうやらあなたも高等の賢者の信者みたいね。ああ、ゼーレさん、冗談はやめてくれないか。賢者を信じてない人なんていないよ。俺と彼女は賢者様に祈りを捧げに行った高等の下で出会ったんだ。あそこで彼女に会えたらいいなっていつも考えてたけど、何の予兆もなく別れを迎えるとは思わなかった。あの日のことはよく覚えてないけど、俺が知ってるのはあの日から俺は彼女と連絡を取る機会を失ったし、彼女は家族と和解できなかった。もう彼女に連絡できないなら、どうやってその後のことを知ったの？月の光が最も明るい湖の方に行くたびに一緒にいた時のことを思い出せるんだ。海の匂いがする空気の中で、出会いから別れまで。当時俺たちは同じ村、美しい結晶に囲まれた村で暮らしてた。そこには俺の思い出や執念、この世界にいる俺を支えてる全てが存在して。二人はかつて賢者様の意志を広めていたんだよね。どうか答えてほしい。俺は月の下で再会を待ち続けるべきだろうか、それとも来世で一瞬だけのすれ違いを迎えるべきだろうか。そんなの自分で考えなさい。それより聞きたいことがあるの。ずっとここで転生を待ってるなら
私たちの他に知らない人を見かけなかった？それは見てないと思うけど。じゃあ生き返った魂は見たことある？月の光を失って消えた魂ならいくつか見たことがあるよ。でも生き返った魂はわからない。わかったわ。もう邪魔しないから、その問題をよく考え続けなさい。はあ、やっぱり時間の無駄だった。どう？私は間違ってなかったでしょ。あの亡霊たちの脳は、もう脳はないんだっけ。とにかく彼らは生前に最も執着してたことしか思い出せない。記憶すらないかもしれないよ。何しろ体自体を持ってないからね。容量が小さくて当然だよ。思考があまりにも細切れだから彼らの心が読めないのかもしれないね。つまり彼らの口からこの世界の構造を把握したくても、それはあなたの一方的な要求で。あら、私は収穫があったって思ってるんだけど。私たちと話した亡霊たちは生前からお互いのことを知っていた。あなたは気づかなかったの？そうだね。でもそれが何？少なくともこの死後の世界は漁師の海全体のものじゃない。とある世界の泡限定の死後の世界だってことが分かったでしょ。ここの亡霊たちは生前は同じ世界にいた。つまり高等の賢者を信仰する世界から来たの。そしてその世界自体も大きくはなかった。だから彼らは一箇所に集まったのよ。それがどう？分かった。つまり固有世界から来た私たちは死のせいでこの世界に飛ばされたわけじゃないってことでしょ。それはつまり私たちは生きてるってこと。やったってとっくに分かってたことじゃない。最後まで聞いて。前に聞いた言い伝えのように、彼らは定期的に月の光を浴びないと自身の存在を維持できない。注目すべきは、高等の賢者を信仰する亡霊たちにとって月の光を浴びる行為とその効果は彼らが生前に行った祈りと似てるってところよ。つまり彼らの祈りは本当に効果があるのかもしれないね。漁師の海は広いし、世界の泡だってたくさんある。変わった法則が存在してたって別に変じゃない。ええ。何？まだ言いたいことがあるんでしょ。この世界の法則とは関係ないあの三人に関する話なんだけど。ただのベタすぎる話じゃない。彼らの話には矛盾してるところがある。そう思わない？一途な若者、伝言を頼まれた女性、そして頑固な老人。彼らの記憶は肝心な部分が欠けてるの。若者は恋人と別れた場面を忘れた。女性は伝言の内容を忘れた。老人は二人を離れ離れにした時のことを忘れた。そのどれもが物語の中で一番肝心なところでしょ。そんな風に欠けた部分があるせいで他の人の話で補完するしかなかった。彼らはとっくに死んでるし、記憶が曖昧になってるだけじゃない？人が死んだらその意識は消える。一部の欠片をキープできただけでも奇跡みたいなものなんだから、多くは望めないよ。亡霊たちは生前最も執着してたことしか思い出せないって、あなたがそう分析したんじゃない？なのに彼らは最も肝心なところを思い出せていない。それって矛盾してるでしょ。じゃああなたはどういうことだと思ってるの？確信なんてないわ。でもあの三人の物語は一つの突破口になるかもしれない。なんとなく糸口をつかめたって思ったけど、やっぱりよくわからないわね。ちっ、私はバカじゃないけど頭を動かすことはあの子の方が得意かもね。小さい頃から本を読むのが好きだったし、もし上空市に行った時のあの子と同じように。いいえ、
向こうはもう私のことを頼らないって決めたのに、私があの子を頼ってどうするの？おかしいでしょ。私には聞こえてるって言ったはずだと思うけど。でもあなたなら言いふらさないのよね。自分が何をしてるか分かってるの？私を脅してるつもり？こいつ、人の心が読めるからって。待って、心を読む？そういうことだったのね。分かったわ。誤解してたわね。自分と相手の心が通じ合ってるっていう誤解を。四季の律ちゃん、あなたはあの三人の話を聞いて誰が責任を取るべきだと思った？若者、女性、それに老人の話？それはもちろんあの頑固な老人でしょ。彼が恋人同士を離れ離れにしたんだから。ええ、その結論はすぐに出せるけど、視点を変えてみて。彼らが忘れた部分を考えれば状況が変わってくるの。若者が別れた時のことを思い出せないのは、そもそも別れの場面なんてなかったからとか。は？同じように女性が伝言を思い出せないのは、その内容があやふやだったから。老人が二人を離れ離れにした時の話を思い出せないのは、そもそもそんなことをしてないからよ。多分こういうことだと思うわ。若者は女性と一度会い、二人の間にある問題をはっきりと説明しようと決めた。約束の場所は彼らが出会ったところ、賢者に祈りを捧げる場所であるはずの高塔の下だった。でも伝言を頼まれた女性は祈りにあまり参加していなかった。だから伝言に情報のズレが生じてしまって、伝えた高塔の賢者に祈りを捧げる場所が別の場所になってしまったのよ。おそらく老人が話してた広場だったんでしょうね。そのせいで若者は高塔の下で恋人と会うことができず、自分は捨てられたのだと勘違いして去るしかなかった。そして広場に来た彼の恋人はたまたま通りすがった老人とばったり会って、彼が若者を追い払ったと勘違いしたんでしょう。それなら彼らの話にあった矛盾の全てを説明できるわ。なるほど、その説は結構面白いね。ただ口で言っただけじゃ証拠にならないよ。その推測を証明できるものはあるの？ないわ。それが普通でしょ。みんな死んでるし、随分と前のことだから、そんな細かいところは誰も覚えてないんじゃないかしら。まあいいでしょう。つまりそこまで考えたのは、私の前で格好をつけるためだったの？あなたのゼーレが長空師で大活躍したから、寂しがり屋のあなたも彼女と同じようになりたかったとか。意識の律者だからって悪意に満ちた誹謗中傷はやめてくれる？その心を読む能力をちゃんと使いなさい。はいはい、もうやめるよ。そっちもそう焦らないで。確かにあなたの推測は筋が通ってる、認めてもいいよ。それでもう本題に入ってもいい？ええ、今の推測はその本題と関係があるのよ。もし本当に事実が私の話した通りだったとしたら。いえ、もしもの話はやめましょう。まずはあの3人に直接聞いて私の推測を確認しなくちゃ。もしかしたらこの話は本当に死後の世界の構造と関係があるのかもしれないわ。そうじゃったのか。わしの罪はそれほど重くはなかったのじゃな。私が間違ってたのね。賢者様の天罰とか言って本当に最低だったわ。今日から祈ることで罪を償うしか。俺も悪かった。もしあの時俺がもっと強くなってもう一度努力していれば、結果は違っていたのかもしれない。二人とも本当にありがとう。真相を知って彼女と再会する勇気が湧いてきた気がするよ。
この恩はどうやって返すべきかな。俺はもう体を持ってないし、ちゃんとした贈り物も用意できない。別にいいよ、見返りが欲しくて助けたわけじゃないし、気持ちだけで十分。ずいぶんと気前がいいわね。それならせめて協力させてほしい。確か二人は人探しをしてるんだったよな。ええ、でもあなたは何も見てないんじゃないの。確かにそのことに関しては力になれないけど、ここを離れて探すつもりなら長時間活動できるようにより多く月の岩を蓄える必要があるだろう。月の岩が最も密集してる場所を知ってるんだ。そこに近づいて月の光を浴びるたびに、高塔の下で彼女と初めて出会った日のことを思い出す。方向を教えるから少し待っててくれ。結局場所を聞き出しただけじゃない、それが本題なの。いいえ、それは予想外の収穫ってところかしら。月の岩があの亡霊たちの存在を左右できるなら、きっと何かしらの角度でこの世界の本質に触れられるはず。だからいずれは月の岩が一番密集してる場所に行くことになるはずよ。はいはい、あなたの考えはいつも筋が通ってるね。はあ、まさかあなたとゼーレはいつもこんな風に脳内で議論してるわけ。ここまで口出しちゃだったなんて知らなかったよ。ところで、あなたの言う本題って一体何だったの。亡霊たちの記憶は不完全だけど、それには何か深い理由があるんじゃないかって考えてたの。彼らから得た情報には不自然なところがあるって思わなかった。例えば、あの若者は恋人に連絡していなかったのに相手のその後の状況を知ってたでしょ。それに老人は無関係だったのに若者と娘が会ってたことを知ってた。つまりあの亡霊たちが持ってた情報はそもそも彼らが知るはずのないものなのよ。確かに、どれも自分自身が知り得ない視点のものばかりだね。だからこそ断片と化した彼らの記憶には盲点があって誤解が生まれる。じゃあその3つの話は誰の視点によるものだと思う。もう知ってるんでしょ、私に聞く必要なんてある。手のひらにでも書いて一斉に見せ合った方がいい。そうしたいなら別に付き合ってあげてもいいけど。やめておくよ。つまりあの3つの話はどれも若者の恋人の視点によるものだって言いたかったんだよね。ええ、おそらくその話の中で唯一まだ生きてる人でもある。3人の死者の記憶はどれもが同じ人、しかも生きてる人間から来てる。この推測が成立するなら、ここは死んだ者だけが入れる世界じゃない、むしろ逆だよ。ええ、今はまだ結論を出せないけど答えの輪郭は徐々に見えつつあるわね。行きましょう。残りの問題は目的地に着いてから考えてもいいし。ここみたいだね。景色は悪くないかな。月の光が他の場所よりもずっと明るいわね。それに月の岩も一面にある。ここに住む亡霊がいたらきっと不老不死になれるだろうね。まあ不死はちょっと違うかもしれないけど。月の岩は月の光と同じ効果を持ってる。じゃあそれがずっと月の光を浴び続けたらどうなると思う。知らないよ。一つ拾ってみれば。どこから出てきたの。さすがはメイドみたいな場所だね。怪物も変わったやつばかりだ。ん？この怪物たちの姿。ちょっと戦いに集中しなさい。私に奇襲を仕掛けられる怪物なんてまだ生まれてきてないよ。私が来ました。はっ、てっ、はっ、
私は全てを変えます。タハッ、いや、タハッ、身の程知らずね。こっちはまだ気が済んでないのに何倒れてるの。奴らの行動はまるでお菓子を見つけたアリのようだったわ。死ぬのが早すぎてその目標が何だったのかはわからないけど。ふん、だったら手加減してあげればよかったのに。せっかくストレスを発散できるチャンスなのに余計なことは考えたくないわ。そっちだって同じでしょ。ここにあるのは月の岩だけだもの。奴らの目標はせいぜいその中のどれかでしょうね。それはどうでしょう。見た目は月の岩ですが構成する成分は違うなのです。例えば私のように話せる品種もあるなのです。あなたは冗談の温度感を分かっていないと昔からよく言われているなのです。ですがここには意識の律者がいますから、こんな子供騙しは通用しないと思ったなのです。あなた珍しい顔を拝めるいい機会だから教えたらもったいないって思ってね。もうそんな顔しないで。相手は私たちを助けに来てくれたんだ。そうでしょ。はい、ゼーレさん、四季の律者、ごきげんようなのです。改めて自己紹介を。あなたたちの知り合いと協力したこともあるシュレーディンガーなのです。知り合いからは博士とも呼ばれているなのです。ですが円錐金貨という言葉もありますし、まずはここであったことを説明してほしいなのです。話しても通じないなら強引な手段を取る。強引な手段もダメだったら逃げる。人工知能なのにあのプロメテウスっていうやつは今まで私が見てきた人間よりもずっと融通が効くみたい。だからこそプロメテウスはセントソルトスノーを管理するシステムを作り出せたのかもしれないね。もちろん死者様の肩を持つわけではないよ。ただ彼女が急に姿を消したのは何らかの膨大なシステムの一部かもしれないと思ってね。もし本当にそうだとしたら余計にその裏に隠されてる企みを警戒しないといけないわ。でもさっきの会話では役に立つ情報も手に入れられました。たとえ今ゼーレンがいわゆる死後の世界にいるとしても彼女は死んでいないと思うんです。もしかしたら眠ってるのかもしれませんし、私たちと同じように再会の方法を探してるのかもしれません。月にいた時みたいにまだ彼女の存在を感じることはできません。今の話も緻密な観察によって導き出した必然の結果ではないんですけど、そうだと信じてます。今まで彼女が何度も私を信じてくれたように。ええ、ゼーレの仮説を前提にして考えましょう。あなたたち3人はウサギがあらかじめ設置した転送装置に入ったのに、最終的には違う道を通り違う世界にたどり着いた。そう考えるとその死後の世界ももともとは漁師の海に漂うもう一つの世界の泡なんでしょう。そして何らかの未知の変化があって私たちが今いる世界の泡との間にもつれが発生した。そのせいで本来セントソルトスノーに来るはずの人が何かの理由によって二つの世界の泡が入り混じってるところで迷い死後の世界にたどり着いてしまった。キラ先輩は何か気になってるのかな。とにかく今の私たちは死後の世界の出入り口を探すべきよね。
もしくは何らかの媒介を頼りにして、あちら側にいるゼーレと連絡を取らなくちゃ。でも、そうだとしたら原点に戻ってませんか？プロメテウスさんはこのセントソルトスノーを管理しています。もし私たちがたどり着く前にそういうもつれが本当に発生してたなら、彼女はそれを知ってるはずです。別に一人に集中する必要なんてないと思うよ。あの世界の存在を信じてる人はここにはいくらでもいる。考え方を変えて住人たちから情報を集めるっていうのはどうだ？それはそうだけど、一人ずつ聞くなんてあまりにも時間がかかるわ。ビタ、知り合いにいろんな情報を知ってる人はいない？先に言っておくけど、あなた自身以外の人のことよ。さすがに自分のことは言わないってば。実は高等の賢者の使者は一人だけじゃないんだ。例えば一人の隠者がいる。使者でありながらも彼女は他の人とは違い、ほとんど外に出ないんだ。セントソルトスノーの未来を説明する詩集を書くためにね。未来を説明する？じゃあ彼女が予見する未来には世界のもつれも含まれてたりするの？それはわからない。でも百聞は一見にしかずだ。僕についてきて。ところで、その隠者っていう人はどうして中心部に住んでるんですか？分かってないわね。隊員は位置に隠るって言うでしょ。こういう賑やかな場所にいることでより精神を磨けるのよ。その通り、みんなのパフォーマンスと同じ理屈だよ。ええ、パフォーマンスを見せる機会なんてもう二度とありませんように。ごめんください。まだ不況の時間じゃないわ。お帰りを。死後の世界についていくつか質問したいだけなんだ。そう時間はかからないよ。不況の時にした話だけじゃ足りなかったの？それとも不況に興味なんてなくて私を頼るしかなかったからここに来たのかしら？そういうわけじゃないよ。この人トゲのある話し方しかしないわね。ビタ、私が話すから少しどいて。ああ、いいえ、それは違うわ。死者の話を聞いて死後の世界に強い興味を持ったからこそ訪ねてきたのよ。アルナ、私は誤解してたようね。ええ、それにドア越しに話すなんて不便でしょ。声がよく聞こえないのはまだいいとして、万が一高等の賢者の真意を間違えたらそれこそ残念すぎると思わない？大丈夫よ。ちゃんと誠意を持ってさえいれば、千の潮の山があったとしても私たちの信念の邪魔にはならないわ。ドア越しで会話をしたいところはキラ先輩とそっくりですね。あの時は仕方なかったのよ。この人はわざとでしょ。じゃあこのままドアの外にいるわね。それで死後の世界に関することを教えてくれるんでしょ？もちろんよ、我が友。でもその前に少しあなたたちの心を覗かせてね。心？私の推測が正しければ一人目のお客さんを除いてあなたを含めた三人はみんなここの人間ではないのよね。どうして？それは言えないわ。どう？まずはあなたからその心を
見せてくれる？今さら断るのも良くないわよね。ええ、10分も経ってるのに、どうして黙ったままなの？それに、ドア越しなのに、どうして？遺憾は、憧れによって生まれた。剣舞は、形が似てるから生じた。矛盾は、あなたの心の中でさまよっている。まるで、水の中で浮いたり沈んだりする潮のようで。のあなたは理性に束縛されず、天理や人情に反することをした。そしてあなたはそれによるマイナス面を受け止めようとせず、その原因を他人のせいだと勝手に思った。長い時間はあなたの不安を薄めず、むしろ嫌悪をより強めた。今度会ったら絶対に仕返しをする。相手のことをよく知らないのに、あなたはその思いから今まで行動してきたのよね。キラ先輩、忍者様の話、事実じゃないですよね。一部は結構当たってるけど、それ以外は。当たってるかどうかは重要ではない。重要なのは、私たちの信念がこの過程の中でつながったことよ。ええ、そうね。心が穏やかになって初めて水が澄み渡る。言えることはそれだけよ。アドバイス、どうもありがとう。ちゃんと検討するわ。では、二人目のお客さん、準備はできた？え、もう？忍者様、私、何をすればいいんでしょうか？さっきの彼女と同じように、ドアの前に立ちなさい。はい！緊張します。一人目のお客さんと違って、あなたの心はまっすぐで、少しも曲がってないわね。そのおかげで、挫折しても慌てずに素早く立ち直って、ポジティブな気持ちで未来に立ち向かうことができるの。生活に関しても、仕事に関しても、あなたは勤勉な心を常に持ってる。そしてどんなことも真面目に扱ってきた。だからこそ多くの賞賛を手にしたはずよ。今はまだ苦手なことを克服できてないけど、努力すれば叶うはずだとあなたはそう信じてる。当たってます！親以上に私のことを知ってる気がします！彼らは分かっていないのではなく、口に出さないだけかもしれないわよ。少し先の未来で、あなたは今までの願いを叶え、彼らにとって自慢の娘になれるでしょう。ありがとうございます、忍者様。私、頑張ります。次は、私の番。最後は最も特殊なお客さんね。今までそばで聞いていたあなたには、話したいことがいろいろあるみたいだけど。はい、でも彼女たちの心が読めるなら、私に対しても同じことができるんですよね。もちろん。あなたからは未来への現状に対する不満、
私に対する疑問、そして眩しい欲望が見えるわ。あなたは向こう岸に落ちた宝物を取り戻したくて焦ってる。だから何があっても、あなたはその人の居場所を知ってる可能性が一番高い私に好感を抱かせて、死後の世界に関する情報を得ようとしてるのね。確かにあなたは強い執念を持つ人だけど、純粋ではない。少なくとも今はまだ全てを知るほどの純粋さを持っていないわ。だから次は私たちに高等の賢者に会うべきだってアドバイスをするつもりなの。確かにそうね。ふーん、なるほど。ノストラダムスは思ったよりも心が狭いよね。一人目のお客さんと違うって言ったり、私が誰かさんにしたことを誇張してたから疑問に感じてたけど、あなただったら全部辻褄が合うわ。ミステル。お久しぶり。キラさんはますます口達者になったようね。めでたしめでたしと言うべきかしら。ミステルさんこそ半年くらいしか経ってないのに、ますます嫌われる才能が上達してるよね。ミステル、あなたは本物の忍者じゃないんでしょ。彼女ならもう少ししたら目覚めるはずよ。心配ないわ。あなたたちこそ本当に死後の世界のことを知りたいなら、高等の賢者と会った方が楽だと思うわよ。つまり忍者を装ったのはただそのアドバイスをしたかっただけなの？私のことを信じて会いに行くって決意してくれるなら、それはそれで嬉しいんだけどね。結局のところ私はただロールプレイがしたかっただけなの。え？ただのロールプレイだったんですか？さっきの話はほぼ全部当たってたのに。言い当てられるのは私たちのことを知ってるからよ。だからわざとビタさんの話をしなかったんですね。でも私のことは知らないはずでは？一定のコツがあれば誰だって初対面の相手の性格や経歴を推測できるの。それに私はあなたが最初に放った言葉を参考にして誰にでも当てはまるような曖昧な説明をしただけよ。勤勉な心を持ってない人なんていないでしょ。こういう世界で流行ってる星座や占いのほとんどは簡単な話術でミステリアスな雰囲気を作ってるだけなの。でもそういったものを道を照らす明かりにしたり、未来を決める時の参考にする人は結構いるわね。でもスーサナに言った最後の言葉は嘘じゃないのよ。もちろん高等の賢者のところに一緒に行こうって誘いたいのも嘘じゃないわ。私たちが断ったら？あら、その時は仕方なく強引な手段を取るしかないわね。このイデアの種たちはどこから出てきたんですか？ギタさん、ここは私たちに任せて少し離れててください。ああ、誘うなんて言っておきながら何度も私たちをバカにしてるじゃない。腹が立つわ。これってまさか本に書いてあった拷問の会ってやつですか？まずは目の前の敵に集中しよう。素晴らしい戦いだったわ。大げさな振る舞いはやめなさい。あなたとプロメテウス、
そしてずっと塔に隠れて出てこようとしない高等の賢者は一体何を企んでるの？あら、誰も教えなかったの？そうね、今この時にどうしても説明が必要なら世界を救うっていう理由はどうかしら。僕たちの世界は平和なのに。ビタ、私たちが本当に救いたいのはもう一つの世界よ。あなたたちが深く信じ幸福を祈ってる死後の世界。私が気まぐれで忍者を装ったように、プロメテウスや高等の賢者は何らかの役に扮してるロールプレイ愛好者だと思っていいわ。それに私が見る限り、高等の賢者のようなきちんと役割を果たして毎日どう他人を救うべきかって考えてる人があなたたちの敵に回るとは思えないわ。あなたが世界を救う？今までしてきたことを思い返してみなさいよ。あなたたちが何を計画していようと、今の話が嘘じゃなくても何の説得力もないじゃない。むしろ余計に嫌悪を招くだけよ。もちろん私が色眼鏡で見てるだけっていう可能性もあるわよ。何しろ私は塩漬けにされた塩系アイドルだから、色眼鏡くらいかけておかないと雪目になるかもしれないし。どうしましょう、全然輪に入れません。大丈夫、キラ先輩は節度をわきまえてるはずだから。多分ゼーレさんだって確信してませんよね。剣をね。それならセントソルトスノーの本当の辺境に行ってみるといいわ。あなたたちが改めてあのことに気づいたとき、あらゆる秘密の答えが明らかになるでしょう。どう？そこの石博士は理解できたかな？はい、その生き生きとした説明のおかげでここの状況は大まかに把握したなのです。結果的に私が少し前に経験したことはあなたたちと大して変わらず、助けを求めた仲間と同じ場所に行くはずが鬼火ばかりの死後の世界に着いたなのです。知らないとは思いますが、念のために一応聞いておくなのです。しぐれキラさんを知っているなのですか？それで、その人があなたの仲間なのね。はい、彼女が初めてこの世界の泡に来た時にアクシデントが起きたなのです。そして彼女の座標をたどり、私が支援に来たらここに座礁したなのです。ああそう、今回もウサギの仕業とかじゃなければ問題ないわ。今回のことは聖魂とは関係なく、むしろ常識を凌駕する何らかの規則のせいなのかもしれないなのです。何しろ私には実体がなく、本質から考えると思考できるエネルギーのようなものなのです。ですから座標さえ分かれば別の物質に憑依し人間とつながることができるなのです。しかし今回私は物質1に向かう途中で解析不能な規則に捕獲され、強制的に物質2、この月の岩に投げられたなのです。幸いこの世界に来てから規則による制限は弱まったなのです。そのおかげで再びしぐれキラさんの大体の座標を確認できたなのです。そして意外にも漁師の海で彼女は私とほぼ同じ位置にいるなのです。ただそれぞれ性質が異なる2つの世界の泡にいるなのですが、つまり2
二人のゼーレさんの状況と同じだと思うなのです。極端に言うと、何らかの勢力の干渉によって二つの世界の泡に一定の重なりが出現したなのです。そう考えると、世界の規則を作るなんて、本当にあのわけのわからない女にそんな力があるの？博士の話に問題がなければ、確かにそれは一つの疑問になるわね。超空誌にヒビが急に現れた時からウサギは何かを仕掛けてきてるけど、彼女が世界の規則を作れるほど強くなったって言われても、少なくとも私は信じないわ。でも今は解決できない疑問について考えるより、ゼーレの行方を確認したいの。博士、何かいい方法はないかしら？ちょうどよかったなのです。あなたたちに頼み事があるなのです。私が憑依したこの月の岩を持って、二つの世界の泡が重なるエリアを探してほしいなのです。そうすれば、私は何らかの形でシグレキラさんのいる世界の泡に入り、ゼーレさんの居場所を探せるかもしれないなのです。とても合理的ね。それに博士はゼーレが信頼してる相手だし。目的は一致してるし、手伝わない理由はないね。でもわからないことがあるんだ。どうして世界の泡の外の方が人を勝手に飛ばすという規則の効果が強いの？世界の泡の中にいる人たちは一生重なるエリアを見つけられないとでも思ってる？わからないなのです。でもそういう規則自体が世界の泡の境界なのかもしれないなのです。そういう状況なら、境界以外のエリアはそもそも規則の有効範囲に属しないなのです。城を守る堀が城を水没させることはないのと同じなのです。それはそうだけど、この世界の人はまだ私たちが推測してる重なるエリアを発見していないようね。というより、それに気づいた人はいないってところかしら。はい、蜃気楼のような認識の中にはない虚影という可能性、もしくは完全に死後の世界と融合している実像という可能性もあるなのです。それが東西南北上中下のどの方向にあるかということ自体、確認しなければならない課題なのです。東西南北上中下上？やっぱりそんなことだろうと思ったよ。どうかしたの？なんでもない。ただ超絶聡明な四季の律者様が一瞬でこの世界の本質を理解しただけだよ。は？ほら、空にある月は虚であり実でもある。しかも普通の人たちはいけないし、私たちが探そうとしてる重なるエリアの特徴とも一致してると思わない？あなたがずっと会いたがってるゼーレも十中八九月の上にいるよ。というより、亡霊たちが言ってた生前の世界にいるんだと思う。月？私たちはキアナを探しに行くんじゃないのよ。別にキアナだけが月にいられるってわけじゃないでしょ。世界の泡の太陽や月、星は固有世界での概念とは違う。見た目だけの飾り物だと言っても過言じゃないわ。ゼーレがそんなものの上にいるわけないでしょ。まあ焦らないで。もちろん私なりの考えがあってそう話したんだよ。まずこう考えてみたことはある？どうしてここにいる人たちは鬼火になったんだと思う？死んだからでしょ。じゃあ彼らはどうして死んだのかな？彼ら自身も思い出せないのに私が知ってると思うの？あの月を見てみて。何に似てると思う？世界の泡の太陽や月、星がただの飾り物だっていうのなら、空にある穴って可能性もありえるよね。
こう考えてみて。あの鬼火たちはもしかしたら月の上の住人たちで、うっかりそこから落ちてしまって今の姿になったのかもしれないよ。それに私たちはそもそも落っこちるなんて経験をしていない。どちらかというとただの来客でしょ。だから月の光を十分に浴びれば人の体を維持して自由に行動できるんだ。待って、そういえば四季の律ちゃん、私たちはあることを見過ごしているのかもしれないわ。月の上にいる人たちが落ちてきたなら月自身も落ちると思わない？これが月のような光を放つから月の岩って呼ばれてるんだと思ってた。でももしかしたらこれは月の一部なのかもしれないわね。だからこそ月の光と同じように月の岩は魂を維持する効果を持っているのよ。おかげでもう一つ思い出したよ。石博士、見えないと思うけど私たちがいるこの湖畔には光る月の岩が一面に広がってるんだ。こんな独特な景色を作るにはたくさんの人の手が必要でしょ。もしくは自然にできたとしか思えない。でも前者は実現不可能だ。だって鬼火たちは実体を持たないし、月の岩を握ることすらできないんだから。つまり原因は一つだけだよ。この湖は月の岩の源の真下にある。だから落ちてきた月の岩がこんな風になるんだ。でもそれってつまりこの世界の泡にある月はただの飾りじゃないってことになるわよね。一体何なのかしら。はい、月の岩は何だと思うなのですか。そういえばまだそれについて考えたことはなかったね。結晶、海の匂い。え、嘘でしょ。待って石博士、まだ答えを言わないで。力を出してないのに脆すぎる。何をしてるの。なんでもない、科学的な方法で少し調べただけだよ。あ、しょっぱい。当然なのです。光ること以外は固有世界の岩塩と何の違いもないなのです。はあ、本当に大きい塩だったの。はい、一応私もそのうちの一つに憑依していますから、その主な化学成分を理解できるなのです。ですが破片が剥離し続けるような緩い岩塩は安定した天体とは考えにくいなのです。だから二人も私たちの上に奇妙な存在がいると思うのなら、次は砂鉄の国の辺境に向かって途中で月の変化を観察してほしいなのです。ふむふむ、山は距離を置いてこそ初めてその全貌が見えるってことだね。私たちが十分に遠く離れたら月もその正体を見せてくれるってことでしょ。この世界の泡はそう大きくないので、そんなに時間はかからないと思うなのです。でも石博士って少し人が悪いんじゃない。化学成分って言ったよね。それって最初から塩、つまり塩化ナトリウムだって知ってたんでしょ。当然なのです。ですが先ほどの議論がなければ、今のように速やかに意見が一致することもなかったと思うなのです。何しろこの石がくれる知識の他に私は何も持ってないなのです。まあいいわ、今は口喧嘩してる場合じゃないし。四季の律ちゃん、急いで行動しましょう。もしかしたらすぐにゼーレを見つけられるかもしれないわ。うん、そうだね。ゼーレ、今
私の気のせいかな。ちょっとどうしてそんなに早く走ってるの？あっち側にいるゼールを心配してるから。もうそんな必要はないのに。彼女はあなたが思ってるよりずっとすごいよ。特によく口が回るところとかね。私の他に彼女に勝てる人なんて見たことがない。ところで、あなたはフカと新州旅行に行ったんでしょ？どうして一人だけなの？それ、どこから聞いた噂？私は風のように自由なの。子供じゃないんだから、好きなことをして行きたい場所に行くのが普通でしょ？そうね。光ってるのは本当に月じゃないんだ。ああ、ここがセントソルトスノーにある辺境の村だよ。でもここはなんだか変ですね。セントソルトスノーの一部なのに黒いものばかりです。多分それがウサギが私たちをここに来させた理由なのかもしれないね。スーサナさん、この黒い花たちどこかで見た気がしない？本当ですね。ここに来たばかりの時に見たあの開かない扉にも同じ花があったような気がします。光の塩を使って消した方がいいでしょうか？必要ないわ、キリがないもの。あっちを見て。キラ先輩は確か、この黒い花たちはセントソルトスノーの辺境特有の現象だって言ってましたよね。あの時は扉の上にだけ現れてましたが、このままだともうしばらくしたら辺境だけじゃなくなるかもしれません。これってテレビニュースでよく見かける環境汚染に似てると思いませんか？確かに、もし死後の世界と聖者の世界にもつれが発生したら、その規模は私たちが考えてるよりもずっと大きいのかもしれないわね。つまり世界の泡の間にある交差もそのせいでどんどん広がっていく。ええ、私たちの最初の仮説に本質的な間違いがなければ、世界の泡の境にある辺境の村は死後の世界と接触できる可能性が最も高い場所よ。もしかしたらそこは交差の中にあるのかもしれないわね。彼女がまた帰ってきたのかな。今の声は誰ですか？今は誰も話してないと思うよ。まさか村の人たちだったりするのかな。この辺境の村は長い間放棄されているから、
他の人がいるとは思えないよ。つまり死後の世界の余韻ってこと？怖がらないで、こんなに人がいるんだもの。行ってみましょう、この先へ。また来ました。何を話してるんでしょう。少し集中してみるね。見て、彼女がまた戻ってきたよ。今回は仲間が一人増えてるね。優しいお嬢さんよね。前回持ってきてくれた月の岩の効果はまだ切れていないのに、また新しいものを持ってきてくれるなんて。まさか彼女が賢者様なの？また？ゼーレのことかな。もしくは賢者本人？ここに電話ってものはあるか？分かってないんだね。電話ってのは彼女たちが月光を貪る獣につけた名前だよ。ああ、偉大なる賢者様、あなたの優しさはこの辺境の地にまで届いたのでしょうか。ありがたい、ありがたい。月光を貪る獣？彼らの言う電波って光の潮に引き寄せられた漁師の海の怪物のことかな。それと話に出てきた月の岩とこっちの光の潮に何かしらの関係があるんでしょうか。同じものって可能性がありますよね。本当にそうだったらむしろありがたいわ。声はここで消えたわね。どういうこと？死後の世界の人が離れたんでしょうか。そうかもしれないね。でも話の途中までしか聞けないなんてあまりいい気分じゃないな。小さい頃私が早く眠るようにってお母さんもよくそうしてましたよ。でも私はお母さんが部屋を出た後にいつも目を閉じてその続きを想像してました。母親の寝かしつけ絵本か。物語の前半をヒントにして後半を考えてたのね。それはものすごい推理能力よ。物語の続きを想像してただけですから推理とは全然違います。でも皆さんが聞きたいなら今の話の続きも考えますよ。聞きたいに決まってるわ。大胆に物語を作ってみましょう。はい、そうですね。例えば月とその光に照らされる人々をずっと守るために賢者様と彼女の仲間は電話という怪物を手名付けようと考えました。彼女たちは生と死の境界を越え数日もかけてようやく電話の巣にたどり着くんです。そして月の岩は電話とつながったり仲を深めるための宝物なんです。じゃあ賢者たちが次にすべきなのは電話と交流を深めることよね。はい。どういうことか分かったような気がする。え、本当ですか？今まで私たちは無意識のうちにあの会話が過去の余韻だと思ってた。でもスーサナさんの話で気づいたの。物語はまだ終わってなんかいない。ただ物語の読み手が続きを見ていないだけかもしれないって。え、まさか彼らに何か事故があったりしたんでしょうか。いいえ、ゼーレの言いたいことは多分彼らが話してた賢者の正体が誰であろうと
それがまだ行動してるってことよね。はい。私たちがまだ把握していない変化によって、彼らの声が聞こえるようになったのかもしれません。でもそう考えると、今の声は過去の余韻じゃなくて、むしろ、もう一つの世界からやってきた反響なんでしょうか？ええ。反響ともつれの性質を考えると、次の会話はもうしばらく待たないと聞けないでしょうね。でもそういう感覚自体も重要な情報よ。世界の本当の構造を理解するきっかけになるもの。どうやら今の僕たちは気長に待たなきゃいけないようだね。ええ、次の会話が聞こえるまでの間、私も能力を使って怪しい声や音をすべて補足してみせるわ。一度起きたことは奇跡なんかじゃない。四季の律者？どうして彼女が向こうにいるんですか？簡単よ。扉の前に台座があるでしょ。それは会員集合機なの。ええ、待って。村の方に行くなら、ついでに光の塩を持ってきてちょうだい。この光の塩に触れた時、なんだか柔らかい感触がしたの。とにかく、彼女たちはきっと私たちに連絡しようとしてる。お願い。どうやら四季の律者の推測は間違ってないようなのです。もう一人のゼーレさん、それにシグレキラさんはおそらく白い塔がある聖者の世界にいるなのです。そしてそこは死後の世界とつながっているなのです。ほら、最初から私の言うことを信じてくれたらこんなに苦労することもなかったのに。違う違う、最後まで化学成分について黙ってたことは忘れないからね。そんなことを気にする必要はないなのです。二つの世界の泡の構造をはっきりさせることは作業の始まりに過ぎないなのです。まず二人はもう一人のゼーレさんに情報を共有し、彼女と共に固有世界に戻る方法を探すべきなのです。もちろんそれはシグレキラさんや私を助けることにもなるなのです。でも問題は、一体どうやって頭の上にある白い塔に行くかってことよね。さすがにロケットに乗るなんてことはできないんでしょ。鬼火たちに聞いてみる。彼らの記憶は不完全だけど、数が多ければ少しは役に立つ情報も入手できるはずだよ。今のところはそうするしかないなのです。ええ、そうね。あのさ、石博士、他に効率のいいやり方とかはないの？それはあなたたちの情報次第なのです。何しろ今の私はあなたたちが接触してきた亡者と同じようなもので、何かを動かす能力なんてないなのです。ねえ聞いた？もう隠すのはやめなよ。早く石博士に教えたら？月の岩に触った時、何かに触れたんでしょ？どうしてそんなに人の心の中を覗くのが好きなわけ？これは親切心だよ。
話したいことがあるなら話した方がいい。奇妙なものは今までも十分に見てきたでしょ。これ以上あれはゼーレとあれは気のせいの間で悩んでたら、空の上にある白い塔も落ちてくるかもしれないよ。あなたね、確かにそういうことはあったわ。ここに来たばかりの時に鬼火たちの願いを一つ叶えてあげたの。彼らの存在を維持するためにお願いされて月の岩を台座にはめたのよ。でも手を戻そうとした瞬間に誰かの手が私の手に触ってるような感覚がしたの。あれはゼーレだって私の勘がそう言ってた。でも彼女の名前を叫んだらその不思議な感覚は一瞬で消えてしまったの。ゼーレさん、その時あなたはどこにいたなのです？砂鉄の国の辺境にいたと思うけど、そうだ、鬼火たちはそこが一番先に溶け合う場所だって言ってたわね。それが気のせいだとしたら、出来すぎてると思うなのです。二つの世界の泡が重なり融合した産物として、必然的に一番先に溶け合う場所には二つの世界の辺境が含まれているはずなのです。白い塔の先端が最もまばゆい原点なら、水平方向で重なっている辺境は最も気づかれない気線になるなのです。そして原点でも気線でも臨界面にいれば特殊なつながりが成立する可能性があるなのです。そういうつながりの多くは不安定ですが、存在しないわけではないなのです。その考えをもとにして考えると、そのつながりが発生した場所に戻れば、もしかしたらもう一人のゼーレさんと再び連絡が取れる可能性があるなのです。え、しかしこのことは、わあ、石博士って結構すごいんだね。一気に進む方向が分かったよ。ゼーレ、まだ場所を覚えてるよね？え、もちろんよ。じゃ早速出発しよう。ええ、その通りなのです。なんだか今日はたくさん歩いた気がする。疲れてるの？だったら少し休んだら？別に疲れてないよ、ちょっと考えにふけってただけ。らしくないわね。ここよ。この辺にいる鬼火たちと仲がいいの？彼らはあなたのことが気になるみたいだけど。そんなわけないでしょ。前に話したように彼らの代わりに月の岩を置いただけよ。すごいことでもしたのかと思った。でも少し助けてもらっただけで相手を賢者のように崇める彼らの信念は実に面白いね。あら、崇められていい気になってたのは誰だったかしら。
それとこれとは別だよ。はあ、まあいいや。また口喧嘩をするつもりはないし、今日はたくさん喧嘩をしたからね。彼らは結構純粋だって私は思ってるわ。優しくしてくれた人に優しくする。ほら、簡単でしょ。私に言わせたら、あの鬼火たちはただ好意の伝え方が不器用なだけよ。あなたと同じように。うるさいわね。勝手に思ってなさい。はいはい。もしもし石博士、聞こえてる？素晴らしい世間話の時間はもう終わったよ。目的地に着いたんだ。四季の律者、私はずっとあなたのポケットにいますから、ずっと聞こえているなのです。あ、そうだった。さて、具体的な操作はゼーレさんに任せましょう。四季の律者はその過程が他の要素に邪魔されないようにすればいいなのです。待って、月の岩はどうすればいい？前にゼーレが使ったものじゃなくてもいいの？私が憑依したものを使ってほしいなのです。つながりが発生したら、私は中からチャンネルをより安定したものに調整するなのです。どうしても同じ月の岩を使わないと聖者の世界とつながることができないなら、月の光を頼りに自身の存在を維持していた鬼火たちもとっくに消えていたと思うなのです。ただもちろんゼーレさんはもう一人のゼーレさんと同じ体を使っていた時の状態に戻ってほしいなのです。これは技術による推論ではないなのですが、二人がつながる確率が少し上がると信じているなのです。わかったわ。どうしたの？石博士の説明にわからない点でもあった？それを電話だと思えばいいんだ。今のあなたがすべきことは番号を押すことだけだよ。ありがとう。何？何でもないわ。認めたくはないけど、私でも緊張するの。これは普通の電話じゃないわ。どちらかというと町の公衆電話にかけたのに、心に決めた相手が素早くその電話に出ることと似てる。博士、そういった解釈は間違ってないのよね？とても適切な例え方なのです。正直に言って、固有世界の常識で考えると、それは低確率な事象、もしくはゼロ確率な事象なのです。やっぱりそうなのね。ここに来る途中で違和感に気づいたの。あのバカさんじゃあるまいし、私に隠す必要なんて別にないのにね。はいはい、芝居を打った私が悪かったよ。でもやってみるだけなら別に損はないでしょ。この近くには鬼火がたくさんいるし、失敗した時は私が考えた2番手の計画を実行に移せばいいんだ。重要なのはあなただよ。私？あのさ、この意識の律者とここまで一緒にいたんだよ。あなたの考えが全く読めないとでも思ってるの？でもさ、あなたの考えはわかるけど、どうしてそんな風に考えるのかは全然理解できないよ。あなたはケビンのようなバカでもないし、もう一人のゼーレだってメイ博士のような天才じゃない。二人は性格が少し違うだけで、それ以外の違いは特にないでしょ。それなのにあなたはいつも自分を目立たないところに置こうとする。少しの紆余曲折があっただけなのに、将来のことに対してネガティブになる。本音を言うと、どうやったらポジティブに生きられるのか、あのゼーレに教育してもらいたいくらいだよ。そうしたらあなたも今の私のように自信を持てるようになるかもしれないね。何バカなことを言ってるの？とぼけないで。私の言葉の意味はあなたが一番わかってるはず。とにかくこれからはもっと外に出ていろいろ見て回るべきだよ。まあ結局のところ私の言いたいことはこれだけかな。一度起きたことは奇跡なんかじゃない。
ましてやあなたがその奇跡を引き起こした人なんだから。四季の律者。何？あなた辛いもの好き？へえ、手のひらを返そうとしてるの？さあ。一度起きたことは奇跡なんかじゃない。珍しくちゃんとしたことを言ってくれたわね。そうよ、奇跡はそもそも起きないんだもの。一度起きたということは。いるのよね、ゼーレ。いるよ、ゼーレ。